マーシャル・デオドロ級解剖戦艦は、ブラジル海軍で収益した、解剖戦艦の艦級である。本級は、ブラジルの海岸船を守ることを主任務とする、解剖戦艦として、フランスのラ・セーヌ社に2隻が発注され建造された。写真は、マーシャル・フロリアーノ。船体形状は、同時期に、フランス海軍で建造されたシャルル・マーニュ級戦艦に、似た。 還元の低いタンブルホームのついた平、甲板型船体である。水面部が昇格で突出した艦首から、艦首甲板上に、アームストロング23.4センチメートルライフル砲を収めた、単装砲と一機の基部から、上部構造物が始まり、その全部に司令塔と両側に、船橋のついた環境を基部として頂上部に見張り所を持つ全部ミリタリーマストが立つ。 マストの背後に一本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、外側は関西低置き場となっており、ボートダビットが2本を1組として、片言3組ずつ、計6組で運用された。上部構造物の四隅には、複方の 12cm 速射砲が、単装砲がで1機ずつ、計4機が配置されており、 その上の関西艇置き場の空所に 5.7cm 速射砲が棒立てのついた単装砲がで片元3機ずつ計6機が配置されていた。後部ミリタリーマストが立ったところで上部構造物は終了し後部甲板上に後部 23.4cm 単装砲等が後ろ向きに1機が配置されていた。手法は同世代のイギリス海軍で多く使われた。 アームストロング1895年型マーク9 23.4cm ライフル砲を採用した。その性能は重量 172.4kg の砲弾を最大行角15度で 14,170m まで届かせることができ、射程 4,160m で鉄製走行 23.4cm を 射程5480メートルで厚さ196ミリメートルのクルップ砲を貫通できる性能であったこの砲をフランス式の単装砲塔に収めた砲塔の旋回角度は旋回守備線方向を0度として左右142度の広い旋回角度を持ち方針の不行能力は行角15度深く5度である主方針の不行砲塔の旋回 砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分3から4発である。副砲は、アームストロング1898年型12センチメートル速射砲を採用した。その性能は、重量45.49キログラムの砲弾を、最大行角30度で、射程16000メートルまで届かせられた。 これを単装砲がで4機を搭載。砲がの不行能力は、行角30度、深く5度である。旋回角度は150度である。砲身の不行、砲頭の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分6発である。その他に、耐水来艇用に、落ちきす5.7センチメートル速射砲を採用した。その性能は、 重量 2.72kg の砲弾を行角45度で射程7955メートルまで届かせられた。これを単装砲がで4機を搭載。砲がの不行能力は、行角60度、深く8度である。旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限を受けた。砲身の不行、砲塔の旋回。 砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分20発である。艦攻撃用に45.7センチメートル、水中魚雷発射管を単装で、水戦下に、片毛に1門ずつ、計2門を装備した。1896年に、ラ・セーヌ・シャトゥーロン造船所にて、気候、1898年に、浸水、1900年、春光。 1924年に、メキシコに売却して、メキシコ海軍にいて、ウアクとして収益。1945年に除籍後、メキシコで、解体処分。1897年に、ラ・セーヌ・シャトゥーロンゾー戦所にて、寄港。1899年に、浸水。1901年に浸1936年に除籍後、解体処分。 ありがとうございます。